はい、今日のスタバはこれでいきます。ピッピッピッ。はい、決まりました。じゃあ行きます。こんにちは、ご来店ありがとうございます。決まりでしたらお伺いします。おはようございます。モバイルオーダーの YouTube 伊賀です。ありがとうございます。ドリンクと食事1点ずつですね、はいはい、以上です。追加のご注文よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、かしこまりました、はい、では前でお待ちしてます。はい、お願いします。ありがとうございます。おはようございます。はい、ご用意しますので、はい、お願いします。おはようございます。挨拶か、挨拶大事ですよ。お見かけたらおはようございます。大事じゃない。大きいやつもあったんだ。お待たせしました。スタジオとかショートとキャラメルとビーズ、はい、あ、はい、ありがとう。はい、また来週。はい、はい、今日はね、今日はここでちょっと収録させていただこうと思います。店行けよって話です。よし、はい、今日はスタバの駐車場。はい、伊賀です。はい、今日は訳ありでね、ちょっと今日はスタバのこう前の駐車場に来ております。はい、ということで今日も土曜日、今日はね北川景一杯の前日ということでどうしようか悩ってるとこですけどね、まあ悩むんだったらもうスタバ行けというということで、ございます。今日はちょっとね、アートがない後がない。はい、今日は頼んだのが、これね、メルティ、ホワイトピスタチオモカね、ちょっとこうちょっとさ、あのファファファと青のりが乗ってます。青のりが青のりじゃねえよ。はい、これがね一つ買ってきました。それとスコーン、キャラメルフィート、じゃあ、キャラメルフィートスコーン、キャラメルフィートスコーンね、これを買ってきました。じゃあちょっと温めてますって言ったね。あ、あったかい。こんなん見ました。これもちょっと、危ない危ない。サムネがね。はい、ということでスコーンをね頼んでみました。じゃあちょっとピスタチオモカ、メルティホワイトピスタチオモカ。うん、あ、これね、上にそのまあいわゆるあの生クリームみたいなのが乗ってる、それがまず唇に来るのよ。じゃあそこから一気にピスタチオのあの香りに来るね。で、あのその緑色のね、ふりかけって言うとトッピングね、これがピスタチオの香りに来るんだよね。あ、すごい。で、そのなんだろう、生クリームがの後ろからわっとこう迫ってくるような感じ。あ、先週のフラペチーノよりこれちょっとすごい美味しいね。うん、やっぱり時期もあるかもね、わかんないですけど。じゃあスコーン、スコーンいただきますね。スコーン、スコーンね。
あ、ふわっこ、フィッキングしてくれてる。うん、甘すぎくないか、甘すぎじゃないので、うん、やっぱりね、甘すぎたらコーヒーの味が変わっちゃうので、やっぱりあの考えてるよね。じゃあこれとね一緒に行くよ。うん、キャラメルピスタチオスコーンだね。合うね。うん。うん。あの、いいね。スコーンってこうね、口の中の水分持ってくれるけど、これがね補ってくれるので、で補った分が味として返ってくるから、うん、いいですね。でこっちこっちとね、ちょうどいい山さんなんだよ。ちょうどいい山さんにね、うん、本当に甘くない。甘みがこう抑えられてる。本当コーヒーに合うようになってるのかな。毎回思うね、なんかすごい。うん、でコーヒーのね、あのやっぱホットの方がそのコーヒーの味がねしっかり出てくるから、先週言ってもらってたよね。うん、あのモカね、モカなので、モカだよね。はい、すごいコーヒーがよりこうやっぱりホットは出てくるので、あ、なるほどね、先週言ってる意味が分かったわ。どういうこととか思ってたんやね。うん、コーヒーがねきっちりこうちゃんと出てくんね。うん、うん、ちょっとね初めのあの生クリームのもあのピスタチオの感じがすごかったんやけど、生クリームがちょっと若干こう同化してきてるから、だこうなるとこうモカの方が強くなってくるかな。コーヒー感じるね。うん、はい、ということで今日はねこの2品でした。でこれもなかなかいいね。80点。うん、でこの時期ちょっとね今日暑いんですけど、あったかいんですけど、うん、今日とかはあれだね、あったかい日ね、これほんと12月っていうぐらいなあったかさだよね。っていうことでいけばフラペチーノもありだと思うんですね。でまた寒くなったらこっちのねやつっていうか、でコーヒーも感じたいけどホットがいいかもからね。うん、いいと思いますね。でピスタチオを感じたい方はもうフラペチーノだと思います。ね、ナッツも入ってたんでいいと思います。はい、ということで今回はスコーンとラテね、ラテじゃないね、キャラメルのスコーンとピスタチオモカメルティホワイトね、でした。